イーゴリシュピリバンドは、ソビエト連邦出身、アメリカの男性フィギュアスケートコーチ、元アイスダンス選手。パートナーは、タチアナ・グラドコア。妻は元ペアスケーターのベロニカ・ペルシナ。テッサ・バーチュスコット・モイアタ・多数のアイスダンス選手を指導する。選手時代には1983年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権で優勝した。 1983年の世界ジュニア選手権にタチアナ・グラドコワとのカップルで優勝する。1990年、ベロニカ・ペルシナ、ゴーシャ、サー、エレーナ・クリカノワと共にソ連からアメリカへ亡命。2000年にはアメリカの市民権を得た。あと、アメリカ・ミシガン州カントンにあるアークティック・フィギュア・スケート・クラブでマリナ・ズエワと共にコーチを行っていた。 生徒は、テス・サバーチュスコット・モイア、メリル・デイビスチャーリー・ホワイト、エミリー・サミュエルソンエヴァン・ベイツ、アレックス・シブタニマイア・シブタニ、マディソン・チョック&、グレッグ・ズー・ラインなど。なお、1996年から2012年の全米選手権のアイスダンスの優勝者はすべて、シュピリバンドの生徒である。2011年世界選手権では、表彰台に乗った、 カップル3組すべてがシュピリバンドの生徒だった。同じコーチの生徒が表彰台独占をするのは1992年のナタリア・ディボア以来のことである。2012年6月3日、アークティックフィギュアスケートクラブを指導についての意見の相違から解雇された。6月12日、同じミシガン州のノバイにあるのバイアイスアリーナを新たな拠点に選んだ。また、 マディソン・チョックエヴァン・ベイツ、イザベラ・トバヤスデイビーダス・スタグニウナスが、シュピリバンドと共に練習拠点を移した。さらに7月には、アンナ・カッペリーニルカラノッテもチームに加わった。2018年からは、パスカーレ・カメレンゴが、コーチングチームに加わった。また、ノバイ・アイス・アリーナとの契約を2026年まで延長した。ありがとうございます。